加藤聡氏は日本テレビの報道記者、元アナウンサー。東京都出身。身長175センチメートル B 型。2003年、私立菅母高校卒業。在学中から鉄緑会に所属。卒業後和講師を務める。2003年4月東京大学教養学部門下1、類に入学。在学中は学内テニスサークルに所属。 アナウンサーへの夢を持ち始め、大学2年の秋に東京アナウンスセミナーへ入門。2006年4月3日、放送開始の日本テレビ、ラジカル初期に俳優の斉藤匠、桐山さざなみらと共に、ラジカル5メンバーとして3ヶ月間だけ出演していた。大学卒業後の2008年4月に、日本テレビにアナウンサーとして入社。人事異動により、 2010年6月末日をもってアナウンサー職を離れ、現在は報道局に所属2014年12月までニュースエブリーに現場レポーターとして出演していた。オーストラリアとカナダにそれぞれ1ヶ月間語学研修に行っていた経験がある。特技は剣道2段。趣味はスキューバダイビング、映画鑑賞、そしてガ・トチャングッズの収集である。 麺類が好物。ありがとうございます。